はいどうも、塩見でございます。今どこ来てるかというとですね、梅田なんでございますがですね、梅田のですねおすすめランチ、今回ねパート3ということでですね、お届けしたいと思います。パート3ということはですね、はい、パート1パート2もございます。パート1パート2はですね概要欄の方に貼っておりますので、よかったらそちらも合わせてご覧くださいませ。それではどんなお店を紹介しているのでしょうか。今回ねすげー個性的なお店を紹介しております。よかったら最後まで見てください。それではしょ、
had a few kids, bought a new house, promised you heaven and everything worked out. Got a new job, moved uptown. I bought you everything you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different faces and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. お疲れ様ですございます。いかがだったでしょうか。今回のねおすすめのランチのお店をね5軒ご紹介しました。はい、ということでですね、パート3があるということはパート4もご用意しておりますので、またそのうちですね、アップロードしたいと思います。気になる方はですねぜひですねチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおんでございました。さようなら。